こんにちは、水花です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。えっ、ー、と、この、えー、とシリーズなんですけれどもあの、糖質制限シリーズといって、まあ、もうそろそろね、夏も近づいてまいりますし、まあ、男女ともに余分な脂肪はそぎ落としておきたいなと思う方も多いのではないかと思います。ということで、先日からこちらのシリーズ、第1回目、 に、あの、配信しま、第1回目の配信はもう終わっていまして、あの、URL の方は概要欄に貼っておきます。で、今回ちょっとね、あの、様子が違うなと思い、思いかもしれませんけれども、 はい、えっ、ー、と、私、この自分のパソコンで恥ずかしながらパワーポイントを使ったのは初めてでして、ちょっとこれ使ってやってみようかなと思って、まだね、手法的な操作しかできないんですけれども、ま、ああの、やってみようと思います。で、あの、今後のその配信の仕方なんですけれども、せっかく、 このようにね、あの、まあ、パワポがあるんで、その話すことをこ書いておこうかなとも思ったんですけど、あんまり細かく決めすぎてしまうと、なんか講義みたいになっちゃうんで、あの、あんまり講義じゃなくて、やっぱりおしゃべりしているような感じで進めていきたいなと思うんですね。あと、まあ、あんまり細かく決めすぎてしまうと、その自分があ,あれ言いたいな、これ言いたいなって思った時に、パッと浮かんだことをこの言いづらくなるというか、話の流れが滞るというか、ちょっとそういうのもね、なんか堅苦しくて嫌だなと思ったんで、あの、 まあ、大体、あの、ちょっと大まかすぎますけれども、まあ、大まかに書いておいて、そこから、あの、まあ、思い浮かんだことを、私の体験も含めて話していきたいなというふうに思います。で、こちらの方は、あの、決して専門知識というわけではなくて、私が個人的に、えー、糖質制限を自分なりにやってみた、その、まあ、感想とか結果とかを、 あの、お話ししていきたいだけなので、もし、あの、専門的な知識を得たいということでしたら、あの、やっぱりね、きちんとやろうと思ったら、専門の方、あの、まあ、パーソナルトレーナーの方ですとか、あと、まあ、病気、ね、あの、特に、あの、糖尿病ですとか、そのような病気でしたら、あの、専門の医師の方に相談されるとか、あの、そのように解決していただいた方がいいと思います。で、これはあくまでも、まあ、あの、病気でもないし、あの、専門の方にと、 相談するほどのことでもない。ただ、自分なりにちょっとね、体脂肪率を落としておきたい。まあ、そんな風に考えていらっしゃる方に、まあ、参考になる。 情報があればとということでおお届けしておりま,すでまず、あの、1回目にお話ししたことなんですけども、まあ、まあ、今言ってしまいましたけれども、まあ、くまでも、あの、未病の状態ですね。あの、健康体であって、プロに相談せずに、夏までにちょっと体脂肪をどうにかしたいという方向けで、あの、まあ、あくまでもご参考までに意見を聞いてくださる方が対象になります。で、あの、ここに多すぎる分だけ減らすって書いてあるんですけども、これは、まあ、前回お話し したように、あの、まあ、糖質制限といっても、糖質を1日2 0ムまでとか、そういう厳しいものではなくて、あの、自分自身が、 糖質をたくさん摂り過ぎていたなと思ったら、その多すぎると思った分だけを減らしていきましょうということです。で、特にあのまあ、若ければ若いほどね、あの効果があるのは夜ちょっと食べ過ぎてたなと思ったら、その夜の分を減らすだけでもだいぶ違いますよというふうにお話ししたと思います。ただあのこの糖質制限というのは私がやってみた結果、特にあの女性の方はあまり無理にやらない方が いいかなと思いますで。女性っていうのはやっぱり男性に比べるとあの脳の作りも違いますし、どうしてもその感情が体にこう直結しやすいっていうんでしょうかね。まあ、あの、まあその,の脳が男性の場合はなんかあの右側と左側とこう結構しっかりこう分,か分かれていて、あの、つながりが薄いっていうんでしょうか。ちょっと専門的な言い方を忘れてしまったんですけれども、女性の方がその右側の脳と左側の脳がこの連結されていて、まあそこでこの まあ連動もしているのでやっぱりまああの男性の場合は鍛えればいいでしょうで済むことでも女性の場合はそうもいかない事情がい,いろいろありますのでねあのやっぱりほどほどにしておいた方がいいんじゃないのかなというふうに思いますであのここに書きましたがまあ脂肪っていうのは、ね、脂肪を落としたいのになんで脂肪は女性美には必要と言っているのかというとまああのダイエットにねあの脂肪 っていうのはあの嫌われがちですけれども、やっぱり、まあ、女性の女性たるゆえんっていうのはあの、死亡もあって初めてね、美が完成すると思いますので、で私はあの体脂肪率11%体験したって言っても、じゃあその時の写真を見返してみると、必ずしもき、まあ、綺麗かって言ったらそうではない部分もやっぱり今、今 になって、見返してみると、まあそのように思うんですね。必ずしもじゃあ綺麗になっていたのかって言ったら、そうではないなとで。今はあの程よく脂肪がついてしまって、もう腹筋も <laughs> ほぼ埋まってしまったんですけれども、やっぱりあの、まあ、まあ脂肪が、 ついてほしくないところにつくのは嫌だなと思いますけれども、逆にはついてほしいところに今ついてるんですよね。だから、その点ではちょっと嬉しい誤算だなという意味で、やっぱり女性にはその脂肪もあの、その美を、ね、表現するにはこう必要な部分もあるので、あんまりまあ無理に減らさない方がいいと思います。あと、やっぱりあの体脂肪率が10%を切ってきますと、私は切ったことない,ないですけども、切ってきますと、 まあこれはあの現実本当にそういうことがあったよという話を私もあの事務通いしてた時に聞いたんですけれどもあの生理が止まってしまったりするんですよね体脂肪率10%切ってしまったりするとだからやっぱりまあその辺はあのやりすぎずにまあ期間を設けて例えば夏までにちょっと削ぎ落としたいっていう場合まああのあと3ヶ月間ねちょっとあの頑張ってみるとかまあ長くても半年ぐらいでちょっと一回様子を見て あの、まあ、食事内容を振り返って、あの、少し、ま、調整した方がいいんじゃないのかなというふうに思います。で、あの、今回テーマにしているのは、この、向上性維持機能っていう、ま、ホメオスタシスって、たまに聞いたことあると思うんですよ。で、まず、これは、あの、私は今回何を、このことを通じて言いたいかっていうと、例えば、あの、まあ人、人間がというか、生命が、あの、その生命を維持するために、あの、例えば、 人間の体温ってあの36度ぐらいに調整されていますけれども、これはもう暑かろうが寒かろうが体温っていうのがあの一定に保たれているわけですね。であの生命を維持するためにその、今、まあ、向上性、常にそう,そうでなければならないというそのあの条件を保っている、まあ、そういう機能のことを言います。まあ、あの体温っていうのがそういう意味じゃいい例なんですけれども、で、あの、まあ、この、 ちょっと話が広くあの深掘りすぎていうか広くなってしまいますけれどもあの人類の歴史っていうのを振り返ってみたときにあの人間のその機能っていうのはどちらかといえば飢餓、えーまあ、に備えてできているっていうか食糧難に備えてできているんですよねやっぱりあの歴史振り返ってみてもどちらかといえばあの食べ物がなくてあのそ,こあのそういう状況をサバイブしてきた歴史の方が長いわけであのもう 本当にあの食べ物が多すぎてダイエットしないと困るというような状況になってきているのはごく最近のことだと思うんです。なので、ダイエットと人類の歴史というのはすごくこう短,い短いんですよね。だからあの私たちのの体っていうのは決して、 えとまあ、ダイエットっていうか食べ過ぎにそ備えてはあまりできていないっていうんでしょうかね。で、やっぱりあの体っていうのはそのコンフォートゾーンっていうのがありまして、まあ、これはなんかよくネットビジネスとかで使われる言葉なんですけども、あの自分の例えばお給料が20万、30万で、えーまあ、本当はね、あの宝くじでも当たらないかなとか思ってて、まあ、いざでも宝くじに当たってみると、その宝くじの分はもう食い潰して、で、あの蓋開けてみ見たら、 あのまあ、自己破産していたみたいなねそういう話って聞くと思うんですけどもそういうのもやっぱり自分なりに。 に、その生命を維持してきたその条件っていうのが私たちが、まあお金持ちになりたいとか、こんな風に痩せたいとか、美しくなりたいとか、それとは裏腹に、とにかく自分の、あの、脳も体も生命を維持するっていうことを最優先するんですね。なので、まああなたが太ってようが、頭が少しぐらい悪かろうが、あの、お金がなかろうが関係なしに、その状態でせ生命を生き流れてきたんだったら、それでいいじゃないかっていう考えなんですよ。と とにかくあの、まあ、生命を維持しているということがあの大前提なので例えばあなたのか体がねあの、まあ、痩せた場合うまいこと痩せた場合でもなぜリバウンドが起きるのかっていうとそのあなたなりのコンフォートゾーン例えば、えー、身長1 6 0センチで まあ女性で想定しようかな。まあ、160センチで、例えばあの60キロあったとします。そしたら、まあ、ちょっと60キロだとあの重いなと思って、まあ、50キロまで減らしたとしますよね。で、そうするとある程度、まあ着たい服も着れるようになって良かった良かったと思うんですけれども、あの、あなたのその、まあか体っていうのは、その160センチで60キロっていうのはコンフォートゾーン。まあ、そ,それで生命を維持して,してきたので、体はそっちの方を、あの、形状記憶、まあ、 形状記憶という言葉がちょっと合ってるかどうか、あの適切かどうかわからないんですけどもけあの、形状記憶してしまっているわけですね。なので、その状態で生命を維持してきたんだから、それでいいじゃないかと。なのに、あの体重をいきなり、まあ、10キロも減らされてあの、生命の危機を感じたときに、体は一生懸命、この恒常性維持機能というのを使って、戻そう、戻そうとするんですね。でそういうのもやっぱりあのリバウンドの一つの原因になっていきます。であのでこちらの方にあの目標達成時時がスタート時って,書いて 例えばこれ結婚に当てはめて考えてみますと、あの結婚ってよくゴールインって言うじゃないですか。でも本当は結婚がスタートなんですよね。また結婚っていうのは新しい、あの、まあ、 そのれまあ、恋愛にとってのゴールが結婚なのかもしれないですけれども、まあ、強いて言うならば、ただ、あの結婚っていうのはまあ恋愛の延長というよりも生活のスタートなので、まあ、そこがスタート時というふうに見ておかないと、やっぱりこのはずじゃなかったというふうになる可能性もありますよね。つまり まあ、あの、ダイエットをするまでが大変、痩せるまでが大変なんじゃなくて、実は、あの、痩せてからがスタートなんですよね。そこからどう自分のじ理想の体型を維持していくかっていうことになってきますので、むしろ、あの、ダイエットが成功してからの方が勝負というふうに心得ておいてください。で、そういうふうに心得ておかないと、あ安心して自分へのご褒美だなんて言ってね、気が緩んで食べちゃって。で、あの、体の方は、 いや、もうこれ以上痩せたらね、なんか生命の危機に関わるから、もう、ケーキでも何でも食べて、元の体、あの、50キロまで痩せたけど、それを60キロまでね、戻してくれた方が、まあ、体としては、あの、安心なんだというふうに、まあ、思ってますから、あの、脳もそんなふうに思ってますから、あの、それで、あの、気が緩んだ途端にね、リバウンドしてしまうということもあります。であともう一つ怖いのはですね、あの、 まあ、食事制限だけで痩せた場合、またちょっと話長くなりそうですね。あの、食事制限だけで痩せた場合、あの、で、最初の2、3キロね、ちょっとあの、ガクッと減ったりしますよね。で、それはあの、必ずしも体脂肪が減ったのではなく、体脂肪って軽いので、あのだいぶ減らさないと、その重さ減らないんですよ。じゃあなんでいきなりガクッと減るかというと、その食料を、まあ、食べ物を減らした分だけ、水分の摂取量も、 まあ無意識に減ってるんですよ。何気に減ってるんです。だからその、まあ食べ物を摂取しなくなった分の水分が減っているのと、あと下手すると筋肉が分解されて、それがあのエネルギーに転換されているということが起きています。で筋肉って重いので、ちょっとなくなったらかなり ま減るとと思うんです体重としてはだから最初の,その2、3キロ、まあ、食事制限だけで痩せた場合、最初の2、3キロは水分と筋肉が減った可能性があると捉えて、ここもやっぱりあの安心しないでいただきたいなと思います。で、この、えー、と筋肉っていうのは、えー、体脂肪を燃焼させる器官なので、それを減らした上で安心してなんかあの糖質とか取ってしまうとね、ますます太りやすい体になってしまうので、なのでよくあの食事制限 運動だけじゃなくて運動も組み合わせてくださいって、まあ、特にあの筋トレ筋肉を作るところもまあ進められているところではあると思うんですがそういう理由があります。でまあ、あのそのようにして あの、まあ、そこまで聞いていくとは結構なんかね、ダイエットって大変なんだなと思われるかもしれませんけれども、まあ、あの、ね、やる気を出して頑張っていただくことも大事なんですけども、そのやる気っていうのは、あの、残念ながらずっとは続かないんですね。だから、まあ、起爆剤としては、あの、よし、頑張ろうってね、あの、なるのはいいんですけども、まず続かないと思ってください。なので、あの、脳と体は、とにかく生命を維持することが大事なんですね。だから、あなたが、 あの、太ってようが痩せてようが、頭が良かろうが悪かろうが、お金があろうがなかろうが、とにかくその状態で生命を維持してきたっていうことがもう大前提で、そこに戻そう、その状態に戻そう、戻そう。つまりそのコンフォートゾーンっていうのはあなたが今まであの暮らしてきて生命を維持してきたその範囲ですよね。あの、気持ちいいなって心地よいなと感じる範囲。まああなたは理想的ではないと思っているかもしれませんが、脳と体にとってはもう、まあ形状記憶してるみたいね、そこがコンフォートゾーン。 えっと、心地よいなと思う範囲になってますので、その状態に戻そう、戻そうとしてくるんですね。なので、あの、まあ、脳も体も、こう、騙し騙し、あの、なんていうか、その、コンフォートゾーンをちょっとずつ、こう、ずらしていくっていうんでしょうか。だから、まあ、そのようにして自分自身の理想、理想の体系を定着させるためには、コンフォートゾーンを時間を、あの、な時間をかけてちょっとずつずらして、まあ、騙し騙し、 このコンフォートゾーンを1 6 0 c m 6 0 k ロから1 6 0 c m 5 0 k ロっていうのがコンフォートゾーンなんだよっていうふうに脳と体を納得させるまでちょっとねあの根気よくやっていただく必要がありますでどうしたらそうなるかっていうことについてはちょっとねもうあの時間があんまり私はあの1回の時間 一回のセッションを長くしたくないので、もうあの15分ぐらい経ちそうなので、一回ここで切りますけれども、こちらのシリーズになっていますので、また次回にあのつ続けてお話ししていきたいと思います。それではあの今回2回目、あのこれで終了させていただきます。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。